小林千鶴は FM バード所属のフリーアナウンサーで、元 NHK 静岡放送局、高知放送局の契約キャスター。埼玉県鳩谷市出身。早稲田大学教育学部卒業後、2010年 NHK 高知放送局へ契約キャスターとして入局。1年の契約期間満了後静岡局へ移り、2013年3月に契約終了。 二曲目の静岡では、いつの間にか複数の男性アナウンサーとの間で、弁当バトルが勃発しており、2011年6月以降はほぼ必ずそのバトルの模様をブログに、執筆している。また、毎回のブログは、小林の小話と題し、自筆イラスト付きのプライベートな話題で占めていた。<laughs> JFNK、O、ハッピーモーニングではチータン、ナックファイブ。 キラスタではこっちの愛称で親しまれている。キラスタ内で、三浦祐太郎に勧められて、ジョジョの奇妙な冒険や、シュタインズゲートなどの名作アニメの鑑賞を始めた。また同番組内で、スポーツジムに通い体脂肪率27%を下げるべく汗を流していると発言。2017年7月5日、結婚を発表。2019年2月1日、 妊娠6ヶ月であることを報告し3月末をもって担当する番組すべてを交番同年6月27日、22日に女児を出産したことを発表。同時に夫がウクレレ奏者の名戸山良であることを明かした。2021年3月3日には男児を出産。ありがとうございます。